こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあ私も YouTube をしてですね、もう11年ぐらいになりますね。おおよそ YouTube が日本で始まってからすぐに始めたような感じだったんですけども、 YouTube を収入源とし出したのはここ5年6年のことなんですよね。まあ YouTube を自分の広告として自分のコンテンツを売っていくってことももちろんなんですけども、 YouTube を通じていろんな方にお会いしてですね、そして、信頼関係を作っていくってこと、この映像の効果って、ね、非常に高いわけなんですけども、この2020年に私はね、YouTube の世界が、まあ、ある意味、終わっていくと思いますよね。もうプロの時代になっていくってことなんですよ。これはブログでもあったことなんですけども、ブログってのは一部のね、ライティングに優れた方とか、それから量産がどん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 できる方、このいずれかに結局は収まっていって、そして今はね、量産よりも質の高いブログを作ったパワーブロガーという方がトップに君臨していて、あとはもうね、どんぐりの背比べで、言ってみれば鍋の蓋型みたいになってるんですよ。一部のすごい方がボンといって、あとはこう底辺ブロガーみたいなのがパーッと横一列にいてですね、月収で1万から5万円とかっていう、まあ言って10万円みたいな人が量産されているって感じかなと思うんですよね。で、一部の方は500万とか1000万っていう月収をものにしているパワーブロガーさんが、インフルエンサーさんが出来上がったという形でございます。で、 YouTube も2020年からそのようになっていくというふうなのはもう世の常なのかなと思いますし、広告料もこれから下がっていくでしょうね。ということで今回はですね、2020年にどのぐらい YouTube っていうのが激減していくか、で、どんなテーマはもうやってもダメなのか、逆にどういうテーマで攻めていけばいいかってことをお伝えしておく、私の、ね、予測としてお伝えしていこうかと思います。私もこの予測に基づいてこれから YouTube 活動を大きく変化させていくということになります。で、まずですね、2020年度中に YouTube では大きな利用規約の変更があると思います。これはね、私の、まあ、妄想といえば妄想なんですけども、多分こうなるんじゃないかなと思いながら私は YouTube をやっているってことなんですけども、じゃあどんな利用規約の変更があるかと言いますと、まずですね、今YouTube が収益化されるのにチャンネル登録者数は1000人というね、そういうふうな括りがありますけども、これがちょっと増えて2500人ぐらいにはなるんではないかなと思います。要するに1000人ではダメで、2000人ではダメで、2500人のチャンネル登録をクリアした方ぐらいから広告がつき始めるってことになるのかなと思うんですよね。これ別に裏付けとか根拠とかありませんので、その辺追求しないでください。私がそういうふうに予測を立てて、それに基づいて動いているってことなんですよね。まあ、ですので私の YouTuber になるための指導を受けている方は1000人を目指すんではなくて、すでに2500人を目指して YouTube 動画の量産とテーマの選定をしているってことになります。次なんですけども、総再生時間っていうのが今ね、4000時間っていうふうに一つ設定されてますけども、これが変わって1万時間になると思います。ですので、私の YouTube の指導を受けている方は、1万時間の再生をさせるための動画の量産に入っていると思います。さあ、こういうふうにね、この大きく2つ利用規約が変わるんではないかなと私がシミュレーションしているというかね、仮想して、仮定して進めているところなんですけども、じゃあ、どんなカテゴリーがこれからね、狙う必要がなくなってくるのか、まあダメになっていくのか、そしてこれからどんなカテゴリーが狙いやすくなっているのかってことをお話していきます。まずはですね、もうご存知の方もいると思いますけども、びっくり系とかドッキリ系とかね、こういうのはもう YouTube 上では飽きられていて、クオリティの高いの、そしてびっくり系ってそんな新しいネタが出ないんですよね。一通り出ちゃったんで、もうあんまりびっくり系とかドッキリ系ってのないのかなと思いますし、あとはね、白い粉を警察官の前で落として走り去っていくみたいなのがニュースになったりしましたけども、こういう風なね、犯罪系とか、一歩間違えたら危ないとか、あとはアンダーグラウンドのやつね、YouTube で放送するとちょっと YouTube の評価が落ちそうな、そんなアングラ系のやつとかはダメかなと思います。例えば、まあ、覚醒剤の炙り方みたいな動画を出しているのももうダメになると思いますし、場合によってはですね、まあなんか生き物を殺しているところとか銃を撃っているところとか、こういうのももしかしたらどうなのかなと、 YouTube の広告つきやすいようにはならないのかなと、つけたくないような企業がね、増えるんではないかなと思います。そして当然ですけど、文字スクロール型ですよね。文字がバーッと流れていって、音声読み上げがただついてるだけみたいな、とてもね、動画とは言えないような、単なる紙芝居みたいな、読み聞かせみたいなのはちょっと難しくなってくるのかなと思います。これは紙芝居動画っていうんですけどね、スクロール動画っていうのはダメになるかなと思います。それから、
漫画プラス声ってやつも多分もうダメになると思います。これはなんでダメかっていうと、もうすごく利益が出るんですけども、もうこれ完全に今 YouTube でも漫画を題材にしてそこに声を重ねるっていうのが量産されてますけど、これはね完全に企業の戦いになってます。だからどのぐらい広告料が投入できるか、どのぐらい声優さんとかシナリオライターを雇えるか、どのぐらい、動画を量産できるかっていうふうなね、もうこのお金の数と投入できる時間と、人の問題になってきますんで、これ個人では攻略できなくなってくると思います。漫画家っていうのは完全にプロだけの世界になってしまいましたんで、個人でね、もしくは2人とか3人とかで漫画作って出そうかっていうのはかなり勝負としては厳しいのかなと思いますよね。それから政治系のネタっていうのもちょっと難しくなってくると思います。政治系のネタっていうのは広告がつかなくなってくるんではないかなと思います。例えばある特定の政党を応援しているもの、ある特定の政党を非難しているもの、こういうのには軒並み広告がつかなくなってくると思いますので、例えばね、なんか誰か政治家を叩いてそれで広告収入を得ていた方っていうのはこれからすごく先細りしていくんではないかなと思いますよね。そしてですね、宗教も同じような形になってきます。ある特定の宗教を擁護するものとか叩くものっていうのは広告がつきにくくなってくる。要するに政治とか宗教とかね、思想とか信条に関わるものっていうのはもうこれはなかなかね広告つかなくなってくるし、広告がついてもすごく低価格になると思います。まあ、ですんで、心情とかね、自分の思想、そうそう、自分の考えを話す分にはいいんですけども、その大きなね、宗教とか政治の流れをコピーする、もしくはそこに対する批評するっていうのは、なかなか難しくなるんではないかなというふうに思ってますよね。まあ、要するに叩き合いになっちゃったりとか、足の引っ張り合いになるようなものは YouTube が望まなくなってくるっていうふうに考えてるんですよ。で、似たような形で他国批判とか他国評価とかイデオロギー、こういうものもやっぱり YouTube ってものがあんまり好まなくなるんではないかなと思いますんで、それを積極的にやりましょうっていう話を私は YouTube を目指す人にあんまりすることはないかなと思います。もちろんそれで攻めていく方をそうじゃないよっていうことはありません。私が発信するとしたらイデオロギー、政治、宗教っていうものは収益化を目指すんではなくて、あくまでも活動の一環として YouTube をやっていくっていう部分に収まるかと思うんですよね。そしてですね、そうですね、炎上系とかね、怒るやつとか怒らせるやつとか、こういう風なの一見人の感情に左右するんですけども、やっぱり炎上系っていうのはやっぱりね、憎しみを込めたものとか人を貶めるような言葉がコメント欄に並びやすいんで、そういうのもどちらかというと YouTube がね、コメントの荒れようによっては、コメントに書かれる言葉の汚さによってはもうそのチャンネルを閉じてしまうってことも考えられています。やっぱりお互いに支え合うものとかお互いに讃え合うもの、そういうのでこれコメントが並んでやってる人が気持ちよくなれるものね。まとめて言うとですね、YouTube を発信してる人がもう YouTube が嫌になっちゃったりとか、もうねコメントによって心がすさんでしまったりとか、自殺者が出るようなものとか、そういうものはね、事前に YouTube がシャットアウトかけると思います。要するに YouTube のコメントで気に病んで死んでしまったみたいなので、 YouTube 殺人事件が起きないようにこれから働いていくんだと思うんですよ。やっぱり心の弱い方ばっかりですからね。まあ、ですので心が強い方は全然いいんですけども、ちょっとやられたらもう YouTube 発信するの嫌になったりとか、コメントが荒れたらコメント見に行くの嫌になっちゃったりするでしょ。でそういう人が生まれそうな YouTube チャンネルっていうのは YouTube が気を利かして閉じていくんではないかなというふうに思います。はい。それからね、誤解を意図するもの、これもダメですね。ちょっと失礼しました。誤解を意図するものっていうのは、いわゆる釣りの動画とか、なんかね自分が目的だと思ってサムネイルとかタイトルを見に行って入ってみたら全然違ったみたいなね、そういうふうな誤解を意図するようなものをわざわざ作ってる動画もダメになってくると思います。当然ですけども、性的表現とかね、児童ポルノに類するものっていうのは多分そのタイトルでダメになることもあると思います。もちろん内容は全然ダメですけどね。以上のような形で私が狙わない方がいいなと思ってるもの、そのジャンルの主なものを列挙してみました。それではですね、これからじゃあ2020年から YouTube を始めるんだったらどんなもので攻略していけばいいのか、どういう風なものを徹底していけばいいのかってことをちょっと私の考えでねお話していきます。私もこれから申し上げるジャンルを攻めていきます。まずはですね、 FX ですよね。 FX とかそれから株っていうのは要するに広告がつきやすくって、その広告 の単価が高いんですよね。でこの FX とか株について放送できる人っていうのが限られてるんですよ。
要するに FX で勝っているとか、株でねものすごく詳しくて経営分析ができるっていう人はすごく限られてるんですよ。こういう能力の高い人、いわゆる投資の世界のプロみたいな人がアウトプットするものでしか人はついてこないし、そこに一定の説得力やファンがつかないと、この投資のチャンネルってのはすぐ潰れてしまうんですよね。だから単なるね、その広告を煽るようなものっていうのはできなくなってきますんで、きちんと解説して分かりやすくって、リピートして見てくださるようなファンがつくような、そういうふうなね相場解説とか FX の無料教材みたいなのを YouTube で発信してる方っていうのはかなりね成功率が高くなってくるんじゃないかなと思います。私もこれをね主にやっていきますけども、やっぱり再生数の少ない割に広告単価は高くなっていく傾向にありますよね。であとはね、クレジットカードとかいわゆるファイナンスカードみたいなね、こういうカードをおすすめするところも、消費者金融とかカード会社っていうのがものすごく契約率が高まりますんで、こういうのも広告料が高くなるかなと。例えば楽天カードと、ヤフーカードを比較してみたみたいなのね、すごくいいと思いますし、アメックスプラチナカードをブラックカードとこうね比較してみたみたいなね、だからカードを詳しく知るための動画っていうのはそのまんまカードの契約に至りやすいですしね。どのカードは審査が緩いかとかね、その緩いとか審査が厳しいっていうのは完全にユーザーの視点なんですよね。でもそういう自分だったらここを通りやすかったよみたいなのがすごくね視聴者さんの参考になりますし、そこを経由してカードの申し込みに、そして契約に至るってこともありますので、すごくいいんではないかなと思います。特にねリボ払いカードっていうのはむちゃくちゃこれから人気になると思いますので、リボ払いカードを見つけたらとにかく動画を作っていくっていうふうにしたらいいんじゃないですかね。やっぱりねリボ払いカードっていうのは契約した人には悲惨ですけども、契約させるセールスする方にとっては打ち出の小槌になると思います。これはもうしょうがないですね、そういうビジネスモデルですから。であとねヨットですね、船、ヨットですね。ヨットが趣味の方いたと思うんですけども、ヨットの乗り方とか免許とか風向きとかね、こういうふうな例えばね、私が47ですけども、バブルの時代にヨットを乗ってた方とかね、ヨットを持ってた方の知識っていうのは多分今ヨットをバン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 買ったりとかね借りたりするような時代じゃないんで、その頃に蓄えられた知識、今で言ったら60代ぐらいになると思いますけども、60代70代の方で、自分がね40代とか30代の時にヨットに乗ったよみたいな経験っていうのは今発信すればかなり受けると思います。ですんでね、ヨットみたいなものとか、あとはファーストクラスですよね、飛行機のファーストクラスはどんなものなのかみたいなのも、これもいいと思いますよ。ファーストクラスの動画を見るとちょっと頑張ってファーストクラス1回でも乗ってみようかなっていうふうにやっぱり契約に結びつきやすいですし、それから普通の人はやっぱりエコノミーなんですよ。ビジネスもねなかなか費用の負担が高いんで、飛行機に乗るときはエコノミーに乗る方が圧倒的に多いと思います。でもファーストクラスやビジネスクラスってのはどういうものなのかっていうふうにね見たい方もいると思いますんで、飛行機を乗った経験がある方はファーストクラスをかなり意識すると思いますので、ファーストクラスに乗るたびに動画を上げていって、自分はこのファーストクラスにいくらで乗ったのかね、どういうふうな経路で乗っていったのかとか、何時間ぐらい乗ったのか、快適さはどうなのかってことをね、どん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 紹介することによってファーストクラスのオーダーが入っていくんではないかなと思います。そして JR も同じなんですけども、新幹線のなんですか、グリーン車ってありますよね。あれっていつもガラガラなんですよ。自由席が満タンの時でもグリーン車ってのは埋まるのが一番最後なんですよね。でしかもそんなに高くないんですよ実は。まあ高いか安いかは皆さんの感覚によると思いますけども、私がね東京間を往復するためにグリーン車に切り替えた時期があったんですけども、あんまり費用の負担感じなかったですよね。これでこの快適さだったらいいなとかね、あとグリーン車に乗ることによって結構気づくことがあるんですよ。駅のホームで階段上がったらすぐにねガラスケースの その寒さをしのぐ詰め所があって、その前にグリーン車っていうのは8号車とかが止まるみたいなのを気づいたりね。だからグリーン車を選択すると結構ねいいですよ。自由席っていうのはどうしてもホームの隅っこの1号車とか2号車とかになると思いますし、指定席っていうのも前に触れたり後ろに触れたりしてね、割と階段を上ったりエスカレーターを上ってポンと乗るってことができないところにあると思うんですよ。でグリーン車っていうのは結構ねクローズドなところですから、あんまりね人が行ったり来たりするっていうのもないんですよ。あとはおしぼりが出たり、キャビンアテンダントの方、要するに車内販売の方が結構細かく来てくれてね、親切ですよね。もちろん椅子が快適だったりとかね、椅子の幅が広かったりとか通路幅が確保されていたりとかいろいろありますけどもね。ちょっと長くなりましてすみません。あと不動産ですね。
YouTube で不動産物件のこととか土地のこととかね、そういったのを紹介するのもありだと思いますので、不動産屋をやってる方っていうのは YouTube をどんどん使っていって、土地とか建物の紹介すればいいんじゃないかなと思います。不動産に関しましてはリフォームとかも入ってきますんで、 YouTube を見てリフォームとか、あと外壁塗装とかね、そういったもの、駐車場を作るとか、ゲート付きの駐車場ってあるじゃないですか、あれを YouTube でやって、でオーダーに結びつけるような動画っていうのも広告がつきやすいと思いますんで、おすすめです。あとね、高級車ですね。今車どんどん乗らない時代って言われてますけども、乗る人はどん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 高いものを乗る傾向にありますし、あとね、セカンドカーとかサードカーっていうのも一部の方なんですけどね、車が全く乗らない、車を乗らない世代がいるのと同時に、車乗る人っていうのは結構どん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 豊かになっていく傾向にあります。あとはね、旧車っていうのも、いいんじゃないかなと思いますよね。キャブレター車とかね、旧車っていうののキャブレター車の修理とかメンテナンスって、やっぱり私もそうですけども、83年式のトランゾも持っててですね、修理っていうのは近くの修理工がやってくれませんので、 YouTube で見て自分で修理するっていうのが多いんですよ。そうなるとそこの再生数がありますし、その YouTube を見て近くの修理工とかね、あと部品のこととか通販の関係とか、オイルとかメンテナンスとか専門書とか、そういったものの広告がつきやすいんじゃないかなと思います。で、次に学習ですよね。学習用の教材っていうのも YouTube としてはかなり受けると思います。アフィリエイトのやり方、自己アフィリエイトのやり方、転売のアカウントの作り方とか、メルカリとかヤフオクの進め方とかね、それに限りません、国語とか算数とか理科とか社会の受験用の YouTube もかなりですね、何回も再生されます。教育系の動画とか学習系の動画っていうのはリピートするんですよ。一人の人が何回でも見ます。で、あまり気づかれてないんですけども、踊ってみたとかね、歌ってみたみたいなダンスですよね。ローカルアイドルさんとかが、あと個人活動されてるね、女の子とかが、AKB とか歌ったりね、踊ったりしてるのがありますけども、あれを見ながら、素人さんが踊ってるのを見ながら自分も練習するっていう形がありますんで、ああいうふうなね、ダンス動画とかレッスン動画っていうのはすごくいいと思います。ダンススクールの方とか、それからダンススクールに通ってる方もね、どのレベルでも受けると思いますよ。まだ駆け出しの人でも、駆け出しの人から学ぶ人がいますし、1年目の人にはそれよりもね、まだキャリアの薄い人が見ると思いますし、5年目の人っていうのは2年目とか3年目の人が熱心に見ると思いますしね、どのポジションでもこのレッスン動画っていうのはためになると思います。あとはね、救済とか支援とか NGO とか、こういった寄付とか、こういったものもね、 YouTube で取り上げるとなかなか再生数が取れたりするんではないかなと思いますし、あと宇宙ですね、宇宙の動画とか、宇宙を語っていくとか、4次元とか異次元とかってね、ちょっとオカルティックなやつ、こういうのも話すのもいいと思います。ここにはどんな広告がつくのかまだ想像がつかないんですけども、かなりね、ニッチな、そして濃い、なんですかね、世界だと思いますんで、不思議なことってやっぱりね、頭は離れないんですよね。こういったものも作ってもいいんじゃないかなと思いますし、ちょっと未来のことを語らせれば、バイオテクノロジーのことですね。これもなかなか語れる人が少ないんで、科学雑誌のね、ニュートンとか見てる方っていうのは、そこで得た知識っていうのを自分なりの解釈で YouTube で喋ってみるとか、図解入りで説明してみるっていうのもかなりね、いいんじゃないかなと思います。難しいことを簡単に分かりやすく伝えてくれる方って、これからもっともっと貴重になってくると思います。昔はね、体力仕事っていうのがものすごく受けていたんですけど、今はそうじゃなくて、伝え方の上手な人に人が集まるようになってくると思います。やっぱり情報っていうのは受け取り方、なかなかね、読んだり聞いたり見たり、解釈が難しかったりするわけなんですよ。だからその解釈を中学生とか小学生でも分かるように伝えてくれる方っていうのにアクセスが集まるんではないかなと思います。で、あとね、ガジェットっていうのがありますよね。こういうふうなデジカメとか、ワイヤレスイヤホンとかね、こういうものを買おうかどうしようかって躊躇してる方って、 YouTube でね、解説してる動画とか見たいんですよ。体験してる動画っていうのは、これは素人さんがやればやるほど参考になります。プロの方が上手に上手に話してるのも参考になるんですけども、所詮プロ視点なんですよ。だから自分と同じ立場の普通の人が使っているとかね、例えばコンビニでバイトしてる人が悩んで買った、こういったね、ワイヤレスイヤホンはどうだったかっていうのは、やっぱり同じような環境で働いてらっしゃって、結構ね、これ3万円ぐらいするんですけども、3万円のものを勇気を出して買うときに、3万円のものを勇気を出して買った人の感想っていうのはね、良かった悪かったで非常に参考になるんですよ。でも月収50万とか100万の人が3万のものを買った、その感想ってもなかなか響かないんですよね。そういうところがありますんで、自分の買ったものは全部アップロードするみたいな感覚でもいいと思います。
その他 DIY ですよね。 DIY っていうとひろみさんって方がやってますけども、ああいうののね、もっと自分なりのやつ、犬小屋の作り方とかね、鳥かごの作り方とか、ああいうのからでもいいと思いますし、自分のできることをねやってみるのはいいかと思います。あと工具の説明とかっていうのもいいと思いますよ。先ほどちょっとお話ししましたけど、私もアメ車を扱ってるんですけども、アメ車を扱う時の工具がどんなものを揃えばいいのかってことはアメ車ファンに聞くこともあるんですけども、実際に YouTube で検索すると何号のねレンチを使うとか、どんなバールがいるとかっていうのも出てきますんで、ね、それもいいと思います。さあそれでね、最後に2つだけお伝えしておきます。それはですね、旅とかグルメですよね。旅に行ったりグルメに行ったり、要するにこういうのってテレビでもう必ず受けてるんですよ。駆け出しの芸能人とか、それから晩年を過ぎて落ち着いてテレビのレパートリーとしてやりたい方っていうのは、旅の番組とかグルメの番組っていうのはやっぱりね、まあ、簡単といったら語弊がありますけども、大体旅とかっていうのは温泉使ったりね、いい景色見てやっぱり褒めればいいだけなんですよ。でグルメっていうのは何でも美味しいですねって言っときゃいいんですよね。だから誰でもできるといえば誰でもできるんですよ。でもこれがものすごくウケるんですよね。だから簡単な割にはずっとできますんで、第一線を退いた方とか駆け出しの方とかね、そういう方がバラエティの冠番組をやるよりもグルメ番組に定期的に出るみたいなことになってるんではないかなと思います。まあ、ですんでね、 YouTube でもグルメとかその旅番組っていうのをやるといいと思います。まあ、グルメもね、例えば1食1万円とか2万円のものって、まあ、頑張れば誰でも食べれると思うんですよ。でそれをネタに、YouTube を作っていくとかね。そして旅行した時でも、どんな旅行でもいいんで旅の感想とか、どんなものに乗って旅をしたのかってことを言うことによって、旅行者のね広告 JTB とか HIS とかつきやすいんですよ。でそうするとアフィリエイトも効いてきますんで、ダイレクトに自分の経験がお金に変わるんではないかなと思います。この流れはこれからもどん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 加速していくと思いますし、それからクルーズですね、豪華客船とか乗る旅ってのがあります。ジャバレット高田でも1人30万円ぐらいで10日間の旅ってのが設定されてますけども、ああいうのに乗り込むことによって YouTube 動画をねたくさん作っていって、でジャパレットの広告をつけてもらうとかね、そういうのもあるんではないかなと思います。さあいろいろとお話ししましたけど、皆さんどうお感じになったでしょうか。まあ、私いろいろと予測してその通りに自分の活動も進めようかと思いますけども、皆さんもね何かできることがあったらそこから始めればいいと思います。私は一つね、今回の動画でちょっとした、まあ、私なりの考え方をお話したにすぎませんので、もしかしたら的外れのものもあるかもしれません。どう考えるかは本当一人一人のね YouTube クリエイターさんがやっていくことですので、私の今話したことっていうのは一参考としてですね、心に留めておいていただければと思います。それでは一気に話しまして、私も喉が疲れました。またお会いしましょう。失礼します。